どうも、今日もご連絡ありがとうございます。今日はですね、7月26日の深夜23時30分です。そうなんですよ、ミスターマイアミさんからメッセージが来ると、朝と夜とね、こうやって逆になってるわけですよね。<laughs> やっぱり地球って丸いんだなと思います。で、今回、カリブ海のストーンクラブですか、こういったものをご紹介いただいてたんですけども、カリブクラブというふうにね、私も言ってたんですけども、そのカリブ海ってのはカニがね、すごく美味しいと。 すすごく取れるとといいううことらしいんですけども、そうなんですか、ね、まああのミスターマイアミさんのおいしいものランキング人気もの,のランキングで1位になったのがねキングクラブキングクラブだったかなと思いますキングクラブあストーンクラブか私が知ってるのはキングクラブですねカリブクラブじゃなかったですね <laughs> はいそれでやっぱり日本食も人気だということとあとはやっぱりねステーキが多いっていうのはまあ想像通りかと思うんですよまあ私は結構ステーキ好きな方なんで あの毎朝食べてるんですけどね、えー、カリブ海合ってるかもしれないですねマイアミが <laughs> あのねお肉だったらねあ,のあれですよねステーキだったら私1キロぐらい食べるんですよ5 0 0ムで少ないなと思って7 0 0ムでまあ食べたかなって感じで1キロで、ね、満腹みたいな感じなんでね <laughs> 結構もりもり食べるでしょう、うん、ただまあステーキは結構いいやつを食べるんでそうですね日本でね1ム1円みたいなものを食べるんでやっぱり1キロ食べるとちょっとねこれがかさむんで うん、私はねうん <laughs> まあソースもかけないんでその塩コショウで食べるんで特にね食べれちゃうんですよねまあっていうことをね申し上げて、えー、マイアミに行く際はミスターマイアミさんにねいろいろとご連絡いただきたいなとご案内いただきたいなと思いますけどもまあでもね聞いてみるとねマイアミには絶対来るなと言いますけどもそうなんですよ飛行機がまともに飛ばないっていうのはちょっとね痛いですねマイアミには本当に来るなみたいな感じになっちゃいますねあと飛行機が飛んだにしても、えー、20時間30時間 かかるのかなとか想像すると、うん、なんかね月とかね火星に行くみたいな感じで思いちゃいますよね、うん、まあ、ただやっぱりマイアミっていうのをこうやっていろいろと調べてみるとこれからねミスターマイアミさんとの関わりの中で知っているマイアミを見るといや魅力的だなあと思いますね 手間がかかっても飛行機が動かなくてもちょっと行ってみたいなって気持ちになりました。まあ、アメリカっていうのは広いんで、そのフロリダもまたまたすごい広いんですよね。だからマイアミっていうところだけ。でも、あのー、まだ本当のほんのほんの,ほんの一部なんですけども、もんんまあ、ミスターマイアミさんがいるということでちょっとね。目標にしたいなと思いますね。 明日から私、インドネシア、バリ島の方に行ってきて、あのー、OCBC 銀行のね、7%ってのに増資していこようかと思うんですよ。それから BRI 銀行っていうところもありますし、マンデリ銀行って、これね、インドネシアの国営銀行、ビッグ3、トップ3なんですけども、こちらの方をしっかりと活用してね、価格差、金利差で、また大きな利回りを取っていきたいなと思います。で、アメリカに在住の方は、アメリカの国籍持たれてる方か。 アメリカ以外の国の銀行って作れないらしいですよね日本もますますそうなっていくところがありますはい。それでですね、えー、とっても素晴らしい国マイアミという風にね見えるわけなんですけども前回は宗教のこととかねやっぱり聞いてみるとなるほどなというところがありますで、ね日本車が多いっていうのも聞きましたし北米向きにトヨタが出していて日本には売られてないみたいな車もね えーまあ、私もね知ってたことは知ってたんですけどもさらにこうやって聞いてみるとあやっぱりそうなんだみたいな新たな発見があるかなと思いますで今回ですねあのミスサんマイアミさんに聞きたいのはゴミ事情なんですよえっと私の住んでる土地っていうのは1週間に4回回収があるんですよねだからほぼ毎日ゴミの回収があるみたいですあそうですね 5, 5回ですね えと燃えるゴミがあって燃えないゴミがあって敏感があってペットボトルがあってみたいな感じで5回回収に来るんですよ。で月に1回ダンボールの日っていう不燃ゴミですか資源回収っていうのがあるんですけどもマイアミの方のゴミ事情ってのはどんなんですかねやっぱりきちんきちんと取りに来てくれるのかそれともある程度たまったら連絡するのかそれともゲートシティっていうかこう取り囲んだ街の中でゴミのセクションがあってもうそこがね上手に街の中をきれいにしてくれるのかいろいろ考えられるんですけども。 市区町村が回収に来ててくれるっいいうこととではななのかなと思いますよねやっぱり民間が回収してるんですかね民間のゴミ会社とかが、えー、まあ人間生きてればね必ずビニール袋とか紙とかねゴミが出るもんですけどもね瓶とかかもそうですしそのゴミをどういうふうに処理してるのかなっていうのを今度聞いてみたいですけどもミスターまやめさんいかがでしょうか、えー、それではですねこの動画を見た後、えー、ミスターまやめさんの動画をね 見、えー、見れる方はぜひ見ていいいたただきたいと思います即歌塾の塾生さんでしたらあミスターマイアミのコーナーがありますマイアミへ行こうみたいなコーナーがありますのでそちらの方をクリックしていただくとミスターマイアミさんの今23話になってますけどねこれが、まあ、ほとんど反映されてますんで一つ一つ再生,して再生して見ていただいて感想いただければまた嬉しいなと思いますそれではミスターマイアミさんに会いに行きましょうじゃあ失礼します、はい